はい、今回は、高級リーグから、井山さんの号を、見ていきたいと思います。はい、お相手は中国の選手ですね。井山さんの黒番です。この辺りはね、まあ難しそうな碁ですよね。これ跳ねからね、ちょっと工夫した手ですね。これ、押さえたらどうしようっていうんでしょうかね。これで切ってこういうことでしょうかね。白も糸を外して、これに、そうですね、受ければね、まあ受けるのも普通なんでしょうけどね。ちょっと利かされと見て反発していきましたね。ここで桂馬をね、分断していってね、一応攻めようっていう表れですね。結構うまく攻めれないとね、ちょっと地合いが大変そうな感じもしたんですけど、はい、でも一応ね、ここを取ることができて、結構地合いでもね、争える格好になりましたね。はい、これで完全に取りましたね。非常にね、細かそうな形勢なんですけど、ここがね、うまく手にされてしまったんですよね。だから黒はどうすればよかったのかちょっと分かんないんですけど、丁寧にこうとか打っとくんだったんでしょうかね。これなら押しも効いてますし、ここはね、分断されませんからね。飛んで受けたら、ツケからツケてね、ここがね、うまく手にされてしまいました。こういった時に羽からコスミで受けたんですけど、ただまあこうとか打てば手はないんでしょうけど、ちょっと、攻め取りになるのでね、これでももしかしたらちょっと黒足りないのかもしれないですよね。将来ちょっと攻め取りになるのが辛いですね。実戦はコスミでこの切りをね、残したんですけど、これを決めてこう打たれてしまってね、これが手になってしまったんですね。これを打ってもこうやって順番にいってね、取ってもこう追い落としとなってしまってね、手になってしまったと。はい、いうことで、ちょっとね、結果的にはやっぱり攻め取りになっても手にされたような感じなのでね、ちょっとうまくここね、手をつけられてしまったという、結果となってしまいましたね。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。